おはようございます。関根和夫です。お元気ですか？昨日は、クリニックでのカウンセリングがありました。今日も、カウンセリングがあるんですけれども、昨日、お会いした方との話の中でこんな話がありました。コンピューターの、エンジニアをしている方だったんですけどね、仕事は今テレワークですと。で、今会社には週に1回ぐらい行ってるんだけれども、全員が出社してるわけではないので、今までとは随分会社の雰囲気が変わりましたと。それで家で一人でパソコンと向き合って仕事をしていると、自分が関わっているプロジェクトの、全体像がなかなか見えなくて、ついつい自分だけで、なんか責任を感じてしまう。全部分かってないと仕事ができないような気持ちになってしまうと。で、会社で仕事をしているときには、例えば隣の席の人とか斜め前の席の人とかに、あ、これさ、ちょっとどうなってんだっけとかって、そういうふうに聞けることあったんだけれども、でもテレワークになってからは大体ズームの会議になっているので、なかなかそういうこうやり取りができなくなっていると。で、以前だったら一緒にお昼を食べに出かけたりとか、そういう時に仕事以外の話もちょくちょくできたので、なんかこう、その自分のチームの中のこの人の性格がどうだとか、なんかこう、なんて言うんでしょうね、こう、あうんの呼吸というか、そんなようなことも、感じ取れるようになったりとか。でも今はテレワークの中でそういうことが本当にできなくなりましたと。で、最近感じてることだけれども、なんかやっぱりこう、ああ、職場に行って、ちょっとした雑談というか、その仕事のことばかりではなくて、昨日さ、こんなことがあってさ、というような、そういう雑談って大事だなと思ったんですよね、と彼は言いました。それによってなんかその人のこう生活が見えてくる、その人の、いわば、特性が見えてくる、その人の性格が見えてくる。で、そういうことを雑談の中で培われる、その関係の深さと、それを力に変えていく、力に変えていく方向性っていうか、それはやっぱりね、ズームだとできないんですよね、っていうのをおっしゃってたんですよね。確かにそうかもしれないなと思いました。雑談ってやっぱり会社の中であんまり雑談ばっかりしてるとね、仕事にならないような気がしますけれども、仕事の邪魔にならない程度の雑談というのは、意外とこう共通項を、分かち合うためのとても大事な土台、コミュニケーションの土台になるんだなということを感じたんですよね。で、おそらくこれはその友達同士だとか職場の人とか、夫婦にしても親子にしてもそうなんだと思うんですけれども、そのいわゆる雑談ができる関係っていうのは、なんかその関係が力に変わっていく、その関係が、プラスの方向に向かっていくためのとても大事な要素だなというふうに感じました。Zoom ではなかなか雑談ができないというね、会社で催す Zoom 会議においては報告作業になってしまって雑談ができないという。で、会社で、じゃあ1時間雑談の会を開きましょうと言っても、なんかそれは机を並べてやってる雑談とはちょっと違うということですよね。ちょっとね、深呼吸と雑談、どっちも大事だなと思って教えられた、本当に大事なことを教えていただいたなと思った次第です。今日もどうぞお元気でお過ごしください。それじゃあまた。